はい、どうも、ホビです。メタルマックス2のリボン、続きやっていきましょう。前回はね、恐竜の、また変な生物に見えるところでやめましたけど、今回は、続きやっていきます。なんか、ここに、地下につながる入り口があったんで、こっちの方にちょっと移動してみて、なるべくね、今回配信じゃないんで、スペース感でやっていこうかなと思うんですけど、まあ、主人公は一応、まあ、武器、マシンガン系に切り替えましたんで、多少は戦いましたね。みんなこっちだ！なかなか知らない。え、こいつ強くね？水星モンスターとの水中戦はかなりの危険が予想されます。別の場所で戦うか、その水量をなんとかできれば安易に接近せず周囲を調査して攻略することをおすすめします。ここ今間違えたかな。ここはまだ早かったってことですね。バーラベル食らいやがれ。やったぜ。みんな殺すな。こいつらはそんなに強くないね。これはアップスですね。もしかしてさ、これでさ、ワニ簡単に倒せる。
ああ、ダメだろ。もともと元が強いんで、意味なかったりして。戦闘の続行は不可能と、これより戦闘能力の回復作業を開始します。全然ダメでした。ってことは、あの生物のお仕事は車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。戦車もね、結構ごつくなったんですけどね。これ輸入品で、イランに一度も出してやらないときついね。あとはエサイベレーでも作ってやる。これでちょっと試合してみて。地下水道は多分これまだってことですね。ってことはあれの目の前を通って、とりあえずやってみましょう。戦車もいるしね。多分そういうことなんだろうね。35ミリバル。あ、やばいね。あの恐竜はね、地面に遅いからね。ほっといてもね、通過できます。この先なんだよ。ボールの入手、やべ、お金入った。これで新しい武器とかも買えますね。消防服、あー、やばいのいるよ。今チラッと見えちゃいましたね。これ残骸かな。残骸ですね、敵じゃない。戦車で行くとね、これがね、厄介なんですよ。小回り効かない。防刃パラグラフ。ここに行けんねんじゃね。あ、行けない。
これが降りろってことかな。ちょっと降りてみますか。降りたら生きるとことないよね。降りてもこっち側だもんね。ワンチャンバスの隙間から行けそうな気もするんだけど、行けないよね。僕たちはこっち臭いからこっちかなと思って。行ってみましょう。あれ無視して攻撃される。犬死んだ。犬死んじゃったね。ここ。これは。イベント的なもの始まるんじゃないですか。やったね。あ、でもこれ補正とかあれその気もする。これ戦車通れないし、データベースによると、こ司書も司書長もこの周辺を調査すれば何か手がかりを得ることができるかもしれませんね。死んでるから相手もあったとの意味ないの。普通に考えてて聞いてるね。ほら、あれ敵だよ。絶対ダメじゃん。山見えね、基本勝てないんで。乗り物は乗り物で戦わないとね、そして負けますね。とりあえず、あれは無視しましょう。
ちの方に何かあるかもしれないんで見ていきましょうか。扉を電子ロックするプログラムが何者かに改ざんされて開けられないよう細工された可能性があります。外部との連絡を遮断して中にいる人間全員を餓死させようとしたのか。防衛軍のデータベースを検索中、問題の扉の ID と開閉プログラムを見つけました。お待ちください、プログラムを書き直しています。完了。優秀ですね、これ。出てくるとわーできました。生存者がいます。なんてこった。人間かい。ちょっとやらしいお姉さんに出てきましたね。だなんて。私はソルジャーのマリア。不死身だと噂されてる女だったんだけどね。仲間との約束で、このリブロドームの本を化け物どもから守ってたけど、もう無理みたいだ。多分あの穴の奥に親玉か何かがいるはず。そいつを倒せばこの際限ない戦いにケリをつけられるかもしれないが、あいつらマジでキリがない。ここには構わず、あんたたちは逃げな。我々が感知することができた生存者の反応は以上です。この女性が最後の生存者かもしれません。あとは彼女をサポートして生存者としての協力を仰ぐか、危険度と生存確率を考慮して慎重にご判断お願いします。It's close to house up. Oh yeah! Fly in the air! Tabu, so it's all part of the air. Maji de kiri ga nai.空気とかね、ちゃんと揃えないとダメかもね。どうしても言われる。ジムリさん、ポチがね、今死んでるからね。金が増えた。ラジ注射、あとにこれ、ね、この中の宝箱だけ取ってね、やめようかな。エアボール、あ、まず宝箱あった。とりあえず今回は半分
けど、あのクエスト進んだんで、ボスをね、やりたいところなんですけど、ボスやるとね、結構時間かかるんで、他のやつ取れないのかな。これちょっとボスどんなのか見てみましょう。基本的にこれ降りることできないんで、もしガレキを壊せ系かもしれないです。ガレキ壊せ系だったら、あれ壊せきれないですね。なんか手段があるんですね。とりあえず分かんないんで、ボスだけ見てみましょう。とりあえずちょっともうちょっとレベルとか上げてね、挑戦していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、おぶりちゃんでした。やっと、ボスを見つけました。倒せてみるかな、倒せるかな。とりゃOh!
か。どうだ。だが。こっちの攻撃しか通ってないですね、まともに。今回は、まあ、ここまでにしたいと思います。